おはようございます。早見もこみちです。嘘です。今回はですね、このネギを使ったお料理をしたいと思うんですが、いつメールが届きましたので紹介したいと思います。タイトル、ホモ。ホモ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 と、A4用紙にすると5、6枚のホモが届きました。ホモではありません。今日のレシピは皆さんが簡単にアレンジできる味噌汁でも作ろうと思ったんですが、味噌がありませんでした。味噌を使わずに味噌汁を作ります。はい、ではね、ネギを切っていきましょうか。ネギをね、はいはい、トントン、でかいだろ。でかいな、おい。ポットでなんか火にしたっけ。ポットあったっけ。味噌、味噌ないんだからさ、ポットのお湯にネギ入れるだけでええやん、もう。はい、すいません、ハピファミカレーがここに。ハピファミ、主婦の味方、だしの素。だしの素はほんとね、これね、いいもんですよ。ほんといいもんですよ。あかねえのかい。これで出汁はほんと決まります。ネギを投入していきたいと思います。あーあああちょいね、ちょっと気持ち少なめ。ソーセージ。アク取らないな。アク？そんなことできねえよ、こいつに。そうだよ、アクな、ああもう3秒ルール。もうこみちこんないい加減ちゃうよ。高いとこから、高いとこから。高いとこもう早く言えよ。ああ、そうだ、オリーブオイル。開いてるでしょうか。開いてます。あ、煮立ってきた。まあ、こんくらいでいい。結構いい感じじゃないですか。塩コショウとか大丈夫。匂い的には結構いい。そう、匂いは結構いい感じ。けど、薄味の可能性が。ナイス。ちょ、カレーちょっと入れるよ。これはいい感じになる予想。これ余ったら母ちゃんたちの振る舞おう。またバカなことやってる。完成しました。味噌なし味噌スープ。カレー風味で仕上げましたね。はい。では器に移して。途中からカレー味に変わるね。それさ、あの食ってそれ一回。あのね、なんかさ、ちゃんとできてんの？じゃあまずネギからね。あ、うまいうまい。下手やな。ゆり香り、頼む。味噌出してもカレーと醤油と砂糖といろいろあれば味噌汁はできるです。メール等はこちらにどうぞ。で、味噌汁じゃないしね。カレースープ、バイバーイ。やっぱカレー、メール送ってね。ほぼしか来なかったよ。